宅建試験後に転職するなら宅建ジョブエージェント。宅建を活かせる求人や宅建なしで応募できる人気求人をご紹介。無料面談も実施中。ちょっと鳥海先生の方にですね、ちょっといろいろと視聴者の方からご質問いただいているものでですね、せっかくなんでも本当に宅建講師の先生と私が絡ませていただくこと本当に滅多にちょっとないんでですね、ちょっといろいろとお伺いできればと思いますので、よろしくお願いいたします。お願いします。ちょっと宅建試験も終わって、やっぱり非常に多いのが登録実務講習に関するご質問って非常に多くて、で実際鳥海先生って登録実務講習を実際講師としてやってらっしゃるじゃないですか、はい、で去年も試験終わった後にそういう話をさせていただいて、実際そのこのチャンネルで見ていただいた方が実際鳥海先生の研修に当たってすごい喜んでた方とかも結構ありがとうございます。いらっしゃって嬉しいです。で結構やっぱりご質問が多いのは何をやるんですかっていうご質問ですね。実際どういうことを講習でやるのかっていうことと、はい、何か予習をしていった方がいいのかっていうところ、あとは最後に多分試験みたいなのがあると思うんですけど、それがもう実際落ちちゃう方いるのかどうかのことですね。そういう初めての方が多いんで、結構心配されてらっしゃる方が多いんで、何かちょっとアドバイスというかですね、ちょっと教えていただければと思います。はい。わかりました。で、はい、まず登録実務講習というのが、はい、これ、宅地建物取引士の実務の講習になりますので、はい。そ、はい、うしますと、これメインがですね、うん、はい、重要事項説明書と、契約書を作成するっていうのが、はい、この講習のこれメインになってきます。はい、なのでこうなかなか面白くてですね、はい、いろんな資料を見ながら、はい、実際に重説とか契約書を作っていくっていうのがこれメインになります。はいはい、なのでこの講習最後に試験があるんですけれども、うん、はい、その試験が宅建試験と異なるのが、うん、記述の試験が出てくるという。あ、そう、実際重説に書く感じで書くってことなんですか。その通りです。ですからこう、はい、ある一定の資料がありまして、はいはい、その資料の情報を見ながら、はいはい、ある事例についての重説とか契約書を作っていくという。はい、で通常はこの指定された枠がありますので、はいはい、短い時間内で全部作るのは無理なので、はいはいはい、指定された枠のところを資料を見ながら記述で埋められるかっていう試験になってますね。はい、あ、なるほど。結構じゃあ話内容的にはちゃんとそのやってる話を聞いていれば、まあ、なんですかね、こう初心者の人でもできちゃうような感じの内容なんですかね。これ全く問題ないですね。まず実務講習が宅建の合格者の方が、はい、はいはい、受けるものになるので、うんうん、ある意味、はい、前提の知識は皆さんあるので大丈夫です、はい、ですから知識的には問題なくて、はい、あ、実際登記ってこういうところの情報を見て拾っていくんだとか、はいはいはい、そういう、まあ、ある意味いい意味で実務チックな内容を、うんうん、踏まえてですね、はいはい、重説とか契約書を作っていくことになりますので、うんうん、先ほど先生のお話にありました、はい、試験に落ちる可能性があるのかないのかという点で言いますと、はいはいはい、まあ、私もいろいろなところの実務講習知っておりますので、うん、はいはい、事実で言うならば落ちる方もいらっしゃると、うんうん、ただきちんと受けていただいた方は、はいはい、落ちませんので大丈夫ですね。まあちゃんとその講習の中の話をちゃんと聞いていればっていうことですね。全く問題ないです。やはり契約書とか重説作るにあたって、はい、その時に出てくる条件とかもあったりするので、はいはい、そういうのをきちんと聞いていないと、はい、まあ、書けないっていうのは、そういった場面っていうのは出てきます。ですからまあ、あまりいらっしゃらないんですけれども、うん、はい、なんかこう講習の期間本当にちょっとこう疲れてしまって、はいはい、夢の中で受講されてたみたいな、そういったことがなければですね、はいはい、安心していただければ合格できますので、はいはい、うん、結構長いですよね、1日ぐらいやるんですけど。あ、そうですね、講習は2日間で分かれるケースと、はい、スクールによってはなんか1日で行うケースみたいな、はい、ああ、やっぱり違うんですね。はい、でちなみに私自身は実はですね、はいはい、いろんなところで登壇したことありまして、はいはいはい、2日間というのが一般的なんですけれども、はいはい、もう丸1日で行うなんていうのも過去経験としてはございます、うん、ですからこれ選択される方は、はいはい、やっぱり拘束時間を1日にしたいっていう、うん、そうですよね、はいはい、その代わり
朝から夜遅くまで、うん、はいはい、ですからなんて言うんでしょうか、こう登壇して話してる私もでですね、はいはい、当然朝元気で、で夕方ぐらいからちょっとトーンも下がり、なんか夜にかけて参加者も私もちょっと半分泣きべそみたいな、でもやっぱり一日で頑張ったら合格できるので、まあそういうそこをあの選んでる方もいらっしゃったんだなっていう風な記憶がありますね。私もあの宅建の実務講習受けたことがないんですね。あの管理業務主任者試験を受けた時に実務経験ないんで講習を受けたんですけど、はい、2日間でしたね私の時も。まあ1日だと拘束時間は短いけど1日で全部やらなきゃいけないから大変ってことですよね。結構それなりにあのまああのですからちょっときちんとお休みになって、うんうん、その時間内はちょっと一生懸命聞くと、うんうん、で、はい、今のお話しさせていただきましたように、はいはい、住設と契約書は、うん、まあ、はい、実際に講習でも作っていって、はいはい、試験は記述の試験で出るわけですね、はいはいはい、でもそれ以外にこう丸×問題、うん、テキスト全体を通した丸×問題というのもありまして、はいはい、ただこれ一点ですね、はい、実務講習ははい、テキストを利用していいというこういうルールがあるんですね。あ、その講習で使ったテキストってことですね。見ながらやっていいってことですね。試験の時に使っていいですよっていう、はいはいはい、ですからいろんな意味であのそのポイントの部分を押さえていれば、はいはいはい、あのテキストも見ていいというルールなので、はい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 、だからどちらかというと丸抜問題ではなくてネックは、はい、やっぱりちゃんと聞いてないと住設と契約書は作れないので、うん、はいはい、もうあの寝ないであの講師の話をですね、うん、聞いていただければ、はい、あの合格できますので大丈夫ですね、はい、ありがとうございます。あれ賃貸も売買も両方やるんでしたっけ。あの一応登録実務はですね、はい、売買の媒介っていうのがテーマになってますね。あ、売買の媒介、あ、そうですね、はい、そこをメインで作っていくとか感じなんですね、はい、そういうことになります。ですからあのなんて言うんでしょうか、そもそもの設定事例みたいなのがあって、うん、はいはい、例えば A さんが B さんに売却するにあたっての宅建業者が媒介に入るみたいな、はい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 、そういった一つの事例に基づいてじゃあその物件の登記見てみようとか、うんうん、法令制限どうなってるんだなんていうところを紐解いていくような感じですね、はいはい、ありがとうございます。すごい具体的でもう分かりやすく、さすがにやっぱりあの講師の先生自体のあのお話なんですごい参考になると思います。皆さん、いいえ、もう全然です。ありがとうございます。ぜひぜひね、あのご参加される方はあの、はい、きちんと言えば合格できるので、はい、もう本当心の底から安心していただきたいというふうに思います。ありがとうございます。